名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対阪神タイガースのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあ、その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。平田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズビハインドで打ちました。レフトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には京田が入ります。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。まあ、こういう場面で返しておかないと後が苦しくなってきますから、しっかり点初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには大島が入っています。さあ、チャンスが続きます。まあ、繋いでいますから、ここでしっかり得点して差を詰めておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。内野はゲッツー体勢ですね。1点を諦めるようですね。打ちました。ヒットになった。三塁へ送球する、サードランナーホームイン、1点返しました。ドラゴンズセンター前へのタイムリーヒット、3対1ドラゴンズ、なおも三塁一塁のチャンスです。クリーンアップですし、点差を考えると犠牲フライでは物足りないですね。そうですよね。左中間へ持っていった、面白い当たりになった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。同点のランナーが三塁を回った。ファーストランナーもホームイン、ドラゴンズ同点、3対3試合を振り出しに戻しました。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には5番の阿部が入っています。初球空振りです。一、二塁間クリーンヒット、勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン、ドラゴンズ勝ち越し、4対3。さあ、リードしました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか？まあ、回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中、見事勝利を収めています。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。皆様、本日は最後までご観戦ご声援いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りください。本日は